はい、デコさん、こんにちは。過去の開発資料などサイバーコネクト2ではどのように保管されてますか？紙などの物理媒体ならまだしも、データ上のものをどうやって保存しているのか常々気になっています、というご質問です。多分逆かな。デジタルデータに関してはストレージの方で保存させていただいて、管理しているというふうな感じになります。ただ物理的なものってですね、年月とともにどんどん溜まってくるんですよ。原画って言われてるものってあるじゃないですか。ああいうのもやっぱりこうある一定はもちろん保存してるんですけど、サイバーコネクト2では完全設定資料集とかって、ドットアクシリーズなんかはね、定期的に刊行させていただいてると思うんですけども、ああいうのを区切りにして、なるだけ紙資料、物理的に保存をしないで、高解像度でデータをスキャンして、資料が揃ったらそれを完全設定資料集としてお客様にも楽しんでいただきつつ、なんなら我々も、そのシリーズの最新作作るときにはそういったデータ、だったり、本だったりから過去の資料を、閲覧するっていうふうなことを、やってます。ただ、例えばドットワークなんかだと、版元はバンダイナムコさんになりますんで、バンダイナムコエンターテインメントから、他企業や他個人に対して、フィギュアとか、グッズとか、そういったものがライセンス許諾を、した状態で商品化されるケースっていうのはもちろんあるんですね。原型とかが出来上がると最初にやっぱバンダイナムコさん経由で我々のところに届くんですよ。で、届いた上でそれらをこうチェックして、ここをもう少しこうしてくださいとかつって監修をやって、それでお返しして、で最終的に出来上がるってなるんですけども、メーカーさんによってはですね、よかったらもうこれサイバーさんに差し上げますみたいな形でバンダイナムコさんにご相談すると、じゃあもうサイバーさんで持ってってくださいみたいな形でやっぱ言われるんですよ。これね、1年2年やってる分にはいいんですけど、5年10年20年やるとですね、サイバーコネクト2の福岡本社の倉庫がどんどんパンパンになってるんですよ今。で、過去のね、そのぬいぐるみとか、いっぱいあるんですよ。これうちで作ってるやつだけじゃなくて、他社さんで作ってるものをアクリルキーホルダー1個取っても、なんか全部うちに送られてくるんですね。あ、いや、それはもちろん監修っていうのもありますけども、完成しました、いわゆるサンプルです、お送りしますって言って送ってくるケースと、プロデューサーなんかがなんかメーカーの会社の中に保存しておく場所がないから、ちょっとサイバーさんに置かせといてみたいな形で段ボール10箱送られてきたりとかするんですよ。これ捨てられないじゃないですか。だから、福岡だからっつって家賃安いと思うなよみたいな感じで、いや本当に送ってくるんですよ。で、送ってきたやつを10年経って中身開けたら、こいつどうすんのこれみたいな状態になってて、で担当プロデューサーに連絡して、これいつまで保管しときますうちでみたいな話をすると、うわー送ったの忘れてたわ、もうそっちで処分しといてみたいなことやっぱ言われて、でね、もちろんこれ売り物でもないし、もう転売もしちゃダメよみたいな話にやっぱなってきますんで、正直扱いに困ってるっていうのが現状です。10個20個あるものに関してはちょっともっと申し訳ないですけども、何個かだけ残させていただいての小屋処分してっていう形でこうやってるんですね。ちょっとどっかでやっぱここは判断しなきゃいけない瞬間が来るんだろうなっていうふうには思ってますが、サイバーコネクト2できて25年ですけど、今んとこなんとか、数はねちょっと絞りつつですけども、福岡本社の倉庫の方でなるだけ整理しながら、保存させていただいてるっていうのが、現状でございます。はい、こんな感じです。では、また誰か何とかしてくれ。